それも尻尾が出てる。どうしたらいい？はい。すげえ。やっぱり顔色悪いね。こいつ顔色いい。こいつもだって他の全然顔色違うの。目は進んでるもんね。乾杯。なんかでかいのと思ってんけど、もう一枚ぐらいいる？サラ。そう。へえ。裏ってどんなになってんの？もう。何もすることないだって、手伝いはだって脇の下から、頭から脇の下入れて、はい、で、腹の下ですか、まあ、うん、まいゴールドフィンは場所切ったあ、入ったなんか頭落としたら、この制服したある感じよね。これ内臓と一緒だね。うわで何に上手なのこれ、釜それも食べるとこあるの。これ釜、これめっちゃうまい釜。釜すごい大きいな。タイはどうしようか、皮付きにしようか。するから包丁が痛むんだよな。あの出刃やったら大丈夫だけど、これ見下ろし包丁本来見下ろしから、これタイの赤から。
このタイはいいよ。あのニラやっぱりおばちゃん言った通りニラはもうしっかりしてる。なんとなく良さそうに出たな。うん、容器で包丁が入りづらいぐらい身が締まっとる。これ皮付きでいったのかな。しゃぶしゃぶ刺身。はいはい、刺身はいいんだろう。あの霜降りにしてもいいかなとか。これを霜降りにしてみよう。これ皮引こう。お湯かけて、お湯かけて、お湯かけて、お湯かけて。何をしようとしたの今。え？霜降り。霜降りやった。霜降り明星。タイ。こっちはタイ。先、先。ハマチまで。ハマチもやった。すごい。ハマチ来ない。うん、まほんまに。ほんで、出てた。うまい、めっちゃ脂乗ってる、はい、あ、俺もビールもう一本欲しいな。もうないね。かっこいい。乾杯。え、何撮ってんの？撮ってんの？えぇ、ー、あそこ行って料理番組になってる。マジで？どうも、こんにちは。サンドラのミカリンです。よろしくお願いします。サンドラのミカリンです。こうやってかかった方がかっこよくない？つまようじゃない？いろいろ言うことない。これやったっけ？これもの お湯でしたらええの？たった今は大根欲しかったけどな。これな、あんまり近くで見たらあかんねん。近くで見たらあかん。みんなすごい、みんなすごい、かっこいい。ゴルフ台、ドワーッ。何してんの？それは今でも、何ですか？いい、やばいですよ。てんこ盛り。
ていうかまだあんねんけど。これ、この何してんの？叩くでしょ？なめろうみたいな。なめろうって言っちゃうんだけど。なめろうって言うの？なんかこの端っこ。どうやろう？ネギとかあったらいいの？ネギか。チョコがあったな。使えるとこもあるわ。使えるとこあるわ。それ、今一緒に会えるんだっけ？上か上でパラパラ？生姜？上でパラパラで後で食べとるの？とりあえずもう入れちゃっていい？これ、めっちゃ分厚いっすか？おーい、お疲れ様、お疲れ様、ありがとうね。お互いけんちゃん飯食わしてくれたら何もでも料理しに行きますよ。飯だけちゃうやろ。飲む酒があればね。飯ちゃん、酒だけあれば、酒だけあれば。お疲れ様です。カラカラやね。ケンちゃんありがとう。これだってまかない料理だよな。これ美味しそう。これ美味しそう。これだろ、あの。これはうまい。ちょっと妙なもん入れた。なめろ。なめろ。すごいね、あの一匹ね、さばいちゃった二匹も素晴らしい。美味しいでしょ。うん、これいいよ。やっぱり生姜とか妙なとか入れることの臭みが消えるよな。ね、嫌いなんだね。素晴らしい。これバラバラになめろうだ。全部なめろうですよ。なあ、バラバラなめろう。オールなめろう。はい、行くよ。足す？足す。で、これ入れて。なめろう。これってこのままでいいんだっけ？このままでいいでしょ。このままでいい。包丁さばきがエロいよね。そう、エロい。エロい。どういうの？先。基本的にエロい。基本的にエロいって意味ない。意味が分かった。おいしい。おいしい。おいしいわ。まあいいね。もうこれだけ全然お酒飲んでも飲める。飲める。これ煮干しみたいな。これもうこの前の赤？ちょっとすごい変な反応してたんだよな。うんって言いながらなんかプンって言ってんねん。めっちゃおかしかったよ。あ、お疲れ様です。すみません。全部料理してる。もうあの出来上がってしまった。いやでもみんなも鍋が。誰も待ってないから。とりあえず先に待ってたよ。では、はい、お疲れ様です。なりました。おいらも一杯目やもんね。タイはうまいと思う。タイはうまいと思う。これ飲んでください。
くないから。めちゃくちゃうまい。理屈は分からんけど、この音、綺麗みたいなのがいいと。あー、耳に優しい。ありがとう。ケンちゃん、内臓が嫌で。めっちゃ耳優しい。うわ、美味しい。ちょっと薄味やから、ちょっといい。あー、いいこれ。それ急いだから、もし足らんかったらお醤油って。いやいやいや、これぐらいがいい。美味しい。これだぶあの出しとってこれでこれちゃうか酒とお酒入れていろんなお酒入れてないお塩とお醤油だけお塩とお醤油とでこの白だしおいしいちょっとだけおいしいおいしいあでもあとはもうタイの味だけでもだしが入ってるからタイの味じゃタイのタイが良かったから塩汁はほんまにだしが出るよねおいしいお魚タイがいいよねはいおいしいおいしいあ、最後は最初に昆布で出した。昆布、昆布入ってる。優しいね。めっちゃ美味しい。これはうまいわ。これ、カニ取れるわ。カニ取れるわ。もう終わったかも。ハマチがある。あれ見てもらおう、ハマチ。あ、ハマチ食べた。あのハマチ、ハマチ見てください。そう、まだあるやん。5万円ですよ、これ全部さ。おぉ5万円それからさ、あの漬け。うん、漬けにしたら、ちょっと、醤油とごま油と、醤油とごま油と、またこうして。いいよ、これ。うん、いいでしょ。で、漬けやったらな、臭みが消えると思うのか。いや、じゃあ、ほんなちょっとだけさ、投げが取ってさ、漬けやってみよう。ほんなら、ここから、任せて。半分ぐらいでいいと思う。いや、そんな半分もいらんやろ、思って。なんか、取り分けたらさ、そんだけ食べなあかんって、ノルマに襲われへん。襲われなあかんねん。襲われなあかんねん。あかんの？そうね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。美味しい、これ。ね、トマトの生クリームがある。これ生クリームかな？うまい。めっちゃ美味しいよ。ね。うん。美味しい。うん。これはいける。その汁も欲しいな。これ。ハマチのアラはあるから作ろうと思ったけども、絶対こんな美味しくならへんと。あ、そう。ね、これやっぱりタイやから。うん。うまいな、これうまかった。水も最高やから。これも美味しかった。全部で漬けもいいし、さっきの粉も粉も美味しかったし。いい感じ、いい感じ。始まるわけ。始まる。今から。今から本番。今から本番ですよ。はい。始まるんやんか。もう一回。あ、めっちゃ。うまい。最初もめっちゃうまい。最初もうまい。うまいわ。ハマチもいってよ。はい。最初うまい？うまいわうまい。最強大人じゃねえ。はいで。はいはい。ポン酢、ポン酢、ポン酢。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 うまい。ポン酢。アサリポン酢やんか。はい、もう。すみません。ポン酢しょっぱい。安く食べても、アサリポン酢しか食べへんやん。甘じも美味しいね。入れます。うめぇ。だから、アビコ筋も。何人でもうまい。何人でもうまい。何でもうまい。この家で食べると何でも美味しい。何を食べるとか。どこで食べるんだよ。三里先いるから。どこで食べるんだよ。三里はいるから。三里はいるから。三里は三里は美味しい。お風呂入ろう思ってる。どっちより風呂沸かしてる。自分家で沸かせる。三里までいるって言った。飲み始め言ってこい。だからお前もここで風呂入ったらもう本当に帰るんやろ。お風呂はね、どこで入るかじゃない。誰かが入る。